横須賀市立坂本中学校は公立中学校。所在地は神奈川県横須賀市坂本町。2004年6月、横須賀市教育委員会が学校選択制の導入で生徒数が激減した市立桜台中学校との統合を2006年4月を目処に進める方針を提示。だが、市が進めている。 学校選択制と矛盾するなどとして桜台中、PTA が統合の白紙撤回を求める署名活動をするなど保護者側が反発したため、同市教育委員会は生徒らへの影響を配慮するとして統合を1年に延期し2007年4月に変更した。しかし、統合後の公明に坂本中学校がそのまま採用されるなど事実上の吸収合併であることが明確である。 そして、2007年4月に、桜台中学校と統合し、横須賀市立坂本中学校となった。校舎と校舎の間は渡り、廊下が作られ、校舎、校庭は両方使われる。横須賀市立府入途中学校が北側に隣接し、統合前は、公立中学校3校が隣接していたのは、全国的に見ても大変珍しい。人らしき人共和発信。 今日は発信は、桜台中学校統合後に付けたされた。2014年度は以下の通りである。また、以下の地域は他校の通学区域であるが、通うことができる。以下の小学校の通学区域全域から進学する。また、公立学校選択制により、以下の学校からも進学できる。ありがとうございます。